金石都志向金石都志向は大阪府出身のレーシングドライバーである。実家がカートショップを経営しており、自然な流れでカートの世界へ。10歳からカート競技を開始し、その後全日本カート選手権で二度タイトルを取るなど、参加したほぼすべてのクラスでチャンピオンに輝いている。1997年には鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラクラスに入校し、 スカラシップを獲得した。同期には、佐藤拓馬、松田次良らの強力なライバルが顔を揃えていて、花の3期生と呼ばれている。1998年より全日本 F3 選手権に参戦を開始し、1999年には2勝を挙げ、シリーズ2位の好成績を収めた。2000年から2年間はドイツに渡り後の支援を受け、 ドイツ F3 選手権を戦った。特に2001年は2勝を挙げ、最終戦までもつれる混戦を制し日本人初、ドイツ F3 シリーズチャンピオンを獲得した。この年は、フランス F3 選手権を、福田亮が、イギリス F3 選手権を、佐藤拓馬がそれぞれ制しており、欧州主要 F3 シリーズで日本人が同時にシリーズチャンピオンを獲得したのは、 史上初の出来事であった。2002年は日本に外戦帰国し、全日本選手権フォーミュラ日本にステップアップした。2003年には、第9戦も手際ンドにて初優勝を飾り、シリーズランキングも4位に食い込んでいる。2005年は一旦シートを失ったが、2006年は、同じレーシングドライバーで、いとこの金石勝友が、ドライビングアドバイザーを務めるアーたから復帰し、 最高位は2位。2007年も同体制で臨んだが、エンジニアの変更が影響し、思うような成績が残せず、2008年は2004年に、所属していたご次元に移籍し、2度の入賞を果たすも、2009年は、チームが参戦を断念し、再びシートを失った。2012年、いとこの勝友がオーナーを務める HP リアル、レーシングにて4年ぶりに、 ホームユラ日本に復帰一方全日本 GT 選手権、スーパー GT においては、2002年、第2戦富士ラウンドで、チーム国光から NSX でデビューする。2003年は、アータからフル賛成を果たす。2004年及び2005年は、ハセミモータースポーツに在籍し、フェアレディゼットで戦っている。この間は、着実にポイントを稼ぐ走りは披露するものの未勝利に、 終わっている。2006年はレギュラーシートを得られなかったが、2007年は金石勝友が立ち上げたローリングストーンリアルレーシングから NSX で参戦。2008年もメインスポンサーがいなくなったものの、同体制で臨んでいる。2009年からは、京浜がメインスポンサーになりつかこし校だよ、セカンドドライバーに迎え引き続き参戦。 全日本フォーミュラ3選手権ドイツフォーミュラ3選手権フォーミュラ日本ありがとうございます。